なくて、それはもう柴さんに怒ってます。ハッシュタグ見てこれ。これやばくない？配信もキャンセルされた。カナピエン。力なしか優しくない理科に NGT48 は力なしか理科に優しくない姫のほくろ。あと岡田さん、諏訪さんはいつも理科に悪口言ってる。僕もよしよししたいムツゴロウさんみたいになってるじゃん。かわいい。優しいかもしれんけど怖いじゃん、その子。この子ですか？この子めちゃめちゃ怖いですよ。なんか今日私砦を築いてたんです、いつもの通りに。パーテーションを立てまくってくださいってあのマネージャーさんにお願いして砦を築いてたんですけど、そしたらその縄張り の, あの隙間、ほんと隙間と隙間から見える隙間から盗撮されてたんです。キュンですって言ってたながら理科の全然気づかなかったけど、なんか姿勢も感じるなって思ってたら盗撮されてましたキュンキュンって。私隙間とかあの家あの盗撮されるのあのトラウマなんですよなんか千鳥の大悟さんにも遠くの貨車には気をつけろって言われて育ったので、やっぱりそれは怖いなって思っちゃうんです。おっと、待ちかなだからいいですけど、なんかね、いろんな男の人に囲まれていきなり声をかけられたりするとやっぱりちょっと怖いのでフ何かあったんですか？アイドルはいろいろあるんだよ名言だ名言だ名言だ。せやな。でも今日もファンの皆さんとお話できたので、リカはルンルンルンです。ルンルンじゃないですよ、ルンルンルンどこかで聞いたことある。帰るの？バイバイ。違いはルンが1個多い。中井さん卒業はいつですか？卒業しろって言われる限りしません。あー、隠れ蓑のように去っていく。忍者だったんだあの人多分初めて見た令和であんな隠れ方する人ね。メイド服なみたいなの見える。気のせいじゃない？忍者に忍忍スタッフさん、そう、女のスタッフさん、忍者リバンバン。最近なんか私心霊現象が多いんですよね。なんか絶対に落ちるはずのないのが急にカタッて落ちたりとか、あとなんかよくわかんない、なんて言ったらいいんだろう、なんかキーっていう音が聞こえるの。なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう、なんでだ、なんでだろう。
チャック下げて。はい。ギリギリはここまで。リカちゃんが体調崩したら地震起きたのもそれ、うん、天気の子だからね私。今から晴れるよ。新潟を晴れにしてください。いいよ。でもその代わりか天に旅立たなきゃいけなく透明になって消えちゃう。あ、今からハゲるよ。もうハゲたよ、終わりだよ。なんか人って人にハゲって言われると余計ハゲるんですって。ハゲ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 。ねえねえ、なんで急に、なんでこれ、なにこれ。勝手にご結婚されました、おめでとうございます。最高潮の盛り上がりで参加するっていう。さっきもやった。チカナメ嫉妬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 、あ、やばいよ。チッチに嫉妬されてる。貝殻つなぎ。じゃあこれは恋人つなぎですよ。これは嫉妬案件。チカナちゃんずるいって言って、イエーイ。みんなもっと嫉妬した方がいいよ。リカにさ嫉妬しなさすぎだから。ちょっとなんかね、ちょっとでも嫉妬してくれたらリカはそれで満足なのに、全然嫉妬してくれないからリカは物足りない。チカナちゃん羨ましい。そこ変わって、いやん、リカちゃんの太ももは怖いのある、見て、手首から切り落とすまで。怖いよ、ずっと繋がれたままになってるんですけど。ちょっと姫の太ももはいいですよ皆さん。職権乱用です、これが。皆さん俗に言う姫の太もも。複雑な心境です。あ、いるよ力の方。え、大丈夫大丈夫、いつも良かったねって言ってくれるんです。キャーなんてことだ。なんていう配信。なんだ、キノコが生えました。結婚をお祝いして立ててくれたんですよ。なんてポジティブなんだこの子は。力の素変わってくれって。姫の太ももいいですよ、しかも内もも。まあ太ももはね、姫の内ももは最高です。太ももと二の腕はちょっとあのもちもちなので、今太ってて。ポジティブすぎん。そう、なんだろう、溢れ出る黒い感情。みんな嫉妬しろって言われたから頑張って嫉妬してるんだよ。でもそんなんじゃダメ、そんなんじゃほら。心は進化するよ、もっともっと。トゥ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 。できん。あ、この人。私ですか。ブラックリストに入れました。安藤千佳のブラリ入り、ブラリ入り、おめでとうございます。姫の、姫だけのブラックリストだったらいいですよ。どういうことだ。なになににな、になになハゲハゲハ。抵抗することができなくて拳をただただ振り下ろすだけの素は。そうなんです。
関節攻撃してる。でもほんとひどい。諏訪さん、なんでロケ来てくれなかったんですか。寂しかったのに。寂しかったって寂しかったのになこれでこれで多分夜道歩けなくなる寂しかったって諏訪さん何て諏訪さんひどいって言ってるよ。カーフキック決めましょうか。おもろ。諏訪、今夜気をつけや。多分西成のお仲間が言ってらっしゃる多分治安の悪いコメントが多々見られますが一人で夜道歩いたらあかん諏訪さんもう諦めたの。ファンのみんなだって理科のこと全然構ってくれない。今日は仕事だったとか今日はなんかあの会議だったとか言って全然構ってくれないからもう知らない。近沼はね構ってくれてるからまだいい、まだいい。かわいい、かわいい。落ちくる私の。落ちくるって誘われて、あれそれはどういうお誘いなんだろうか。私と一つのベッドを撫で方がムツゴロウなんよ撫で方がもうムツゴロウなんよ。爪の頭、いい頭してる。私も構う。嘘じゃん。申し訳ございません。なんかさ、リカが一生懸命頑張ってみんなこの髪型好きかなとかこういう服好きかなと思ってさ頑張ってさおしゃれして着てるのにさ全然着てくれないじゃん。どういうことなの。それでなんか最終日は撮ってるからって、最終日は最終日、今日は今日、そういうことでしょお風呂あんけ、あ、ちなみにお風呂は入ってませんよ、一緒に。そうなんですか。イカ姫はあ、おばあちゃんと一緒に入りました。知らないおばあちゃんと。なんで知らないおばあちゃんとは入れて私とは入れないんですか。でもそのおばあちゃんとすごい攻防戦をしてなんか私は寒いからあの扇風機消したんですよ。そしたら上がってきて即扇風機つけてその前でこうやって仁王立ち、真っ裸だよ仁王立ちでこうやって涼み始めて、その風が私にも来るんですよ。脱衣所が横並びだからすごい、なんかどうしよう寒いなと思ってちょっと斜めにこうスッて引いたところで着替えてたんです。でもなんかおばあちゃんは一向に毒気がなくて本当に。でしかも入る時もなんかバスマットみたいなやつあってそこにずっとなんか佇んでらっしゃって、え、私にしか見えてないと思ったぐらいずっと佇んでて、いや入んないのかなと思って私ずっと待ってたんですよ。わりかしあの何もまとってない状態で携帯いじって待ってたんだけど、おばあちゃんは全然入ってくれなくてっていう攻防戦をずっとしてて、で行きのそのお風呂まで行く道にあの結構広いね、うん、ところだったんだよね。行きの道で私調子乗ってなんかストーリーズでイエーイみたいに撮ってたら道に迷っちゃってお風呂までたどり着けなかったんです。それで2周しました。あ、もう時間だって言いたいの。なんかスワキャンが入ってスワキャン、あーそうね、ただいまスワキャンが入りまして俺はいてほしいってでもなんかスワキャンが入ったのでもうそろそろやめたいと思います。悲しいですよね皆さん。私はファンのみんなともっと喋りたかったのに。私は姫と喋りたくないんですよ。あ、そういうことか。そういうこと、そういうこと。み
ピエンだね。夜道気をつけてねって言われてます。またキャンされたまたキャンされました。7位が妖精さん、6位がめぐねえさん、5位がうなんさん、4位がけいしょうさん、3位がのんないバケーションさん、2位が上松さん、1位がりくそいがさんでした。誰タワーありがとう、謎のキノコタワーありがとうございます。今度むしるむしる何を、か髪の毛じゃあね、ありがとう。そういうことで